皆さんこんにちは、バシです。ただいまの時刻は朝の5時48分。これからウィーンからスペインのビルバオに飛行機で飛びます。Por favor, ocupen su asiento lo antes posible. Hola, and welcome. さあ現在時刻13時16分です。ビルバオの空港に到着しました。これからビルバオ市内に移動します。中心地へ行くバスのチケットはここで買えるようですね。チケットは一瞬で買えました。3ユーロです。こちらの緑色のバスが中心地に行きます。それではですね、今から歩いて30分ぐらいのところにある宿に向かいます。今ここビルバオ、最近行った国とは比べ物にならないぐらい暑いです。半袖でも全然行けます。さあ今回の宿に到着しました。今回は10人部屋のドミトリーで1泊 15.3 ユーロです。さあこれからビルバオの街中を散策していきたいと思います。このビルバオといえばアスレティックビルバオですね。バスク地方出身の選手しか取らないで有名な。そしてそのアスレティックビルバオは日本代表久保建英選手が所属するレアルソシエダの最大のライバルチームです。さあまずはですね、中心地から若干離れた旧市街の方にやってきました。カスコビエホという名前で知られています。この辺とかすごい可愛らしくておしゃれな家が並んでます。この道ですね、めちゃくちゃ生ハムの匂いしますね。充満してます。この辺はですね、ラスシエテカジエスと言いまして、15世紀に建設された通りなんですね。そしてちょっと歩いてるとこのようにおしゃれな広場が出てきます。新広場と言います。この広場沿いにはですね、スペインといえばのバルが立ち並んでます。せっかくなんでここのお店タパス一つ買ってみましょうか。さあ今回はスペイン風オムレツのトルティージャを頼んでみました。 2.2 ユーロです。分厚くてジャガイモの味が濃くて美味しいです。私家で一回トルティージャ作ったことあるんですけど、こんなうまくできなかったですね。まだほんの少ししか歩いてないですけど、この前行ったオーストリアだったりチェコだったりの旧市街とはまた雰囲気全然違いますね。今5時過ぎなんですけど、皆さんテラス席で喋りながらお茶してはります。まあ、スペインは夜ご飯が遅いんでね、今おやつぐらいですね。食べてばっかりですけど、次はここでボカディージョ買ってみます。さあ今回は生ハムのボカディージョを買いました。 5.5 ユーロでした。チーズ入りもあったんですけど、今回は生ハムのみです。スペインの生ハムってほんまにしょっぱくて美味しいんですよね。めっちゃビール飲みたくなる味です。でですね、このパン自体も30センチぐらいあるんで結構満足感あるんですよね。そしてスペインの生ハムって本当に噛めば噛むほど美味しくなって味わいが出てくるので、本当におつまみとして最高ですね。ゆっくり楽しめます。この辺イタリアのナポリにあったスペイン人地区に似てるなと思ったんですけど、やっぱりスペイン人はこういう作りになるんですかね。このビルバオ来てからよくこの赤と白の横のしましまの旗を見るんですけど、これはビルバオの旗なんですかね。旧市街の横にはですね、このように川が流れてまして、ネルビオン川と言います。この川はですね、実はめちゃくちゃ緑に濁ってます。ヨーロッパであんまり綺麗な川って見ないですね。ドナウ川もそうですし、ただまあヨーロッパで一番見にくい首都として知られるモンテネグロのポドゴリツァの川はめちゃくちゃ綺麗でしたね。この辺は旧市街と新市街のちょうど間ぐらいなんですけど、黒人たちがこのように道でマーケットみたいなのを開いています。こちらですね、 BBVA っていう銀行の前で行われてるんですけど、給料を上げてくれっていうデモですね。この辺りは空港から市内に来るときに乗ったバスで降りたらへんですね。この辺が新市街になります。このロータリーの中にある公園が中心地になりますね。
そしてその周りにはこのようにお花が植えられてます。黄色いやつはチューリップですかね。それではですね、これから地下鉄に乗ってビルバオにある世界遺産に向かいたいと思います。今自動券売機でバリクっていう、日本でいうスイカみたいなやつを買いました。デポジット3ユーロです。今2、30分地下鉄乗って目的地の最寄り駅に到着しました。これから目的地に向かいます。さあ到着しました。世界遺産というのはこちらの橋です。ビスカヤ橋と言います。一見普通の橋に見えるんですけど、これめちゃくちゃ特殊で、左にゴンドラみたいなやつが見えると思うんですけど、あれをぶら下げて対岸に連れて行ってくれます。この独特な運搬サービスが開始されたのは1893年。高さ45メートル、長さ160メートルです。この先ほどのネルビオン川を渡ることになります。そしてですね、今係の人に聞いてみたところ、ここ24時間動いてるそうなんで、今から私も乗ってみます。先ほどメトロ乗る時に買ったこのバリクというカードも使いました。 0.55 ユーロで渡れます。それではですね、今から入ってみたいと思います。これね、なんと人だけじゃなくて車とかバイクも乗れるんですよ。正直これちょっと怖いですね。車とかバイクとかいっぱい乗ってる上に人も乗ってますし、落ちんのかなって。もう落ちてないから続いてるんでしょうけど。動き出しました。だいぶゆっくりですね。ただね、割と揺れますね。ちょい怖いです。ドア閉まってから到着してドア開くまでが1分39秒88でした。出発するときとですね、到着するときは結構ガコンって揺れるんですけど、間は結構安定してましたね。こんな橋だけでそんな安定するんやっていう感じでした。これですね、エレベーターで上に登ることはできるらしいんですよ。ただ私はちょっとこういう不安定な高いところがあんまり得意ではないので、今回はやめておきます。ここ面白いですね。坂が急すぎるがためか、エスカレーターが横についてます。今日の夜はここで食べたいと思います。地図上ではバスク料理と書いてありました。さあまずはハムコロッケです。8ユーロです。このコロッケクリームめちゃくちゃ濃厚で美味しいですね。さあ続いては牛のシチューです。熱々で濃厚なスープで美味しいですね。これしかも唐辛子が入っててちょっとピリッとしてるんですよね。さあ本日も無事宿に到着しました。明日は同じバスク地方のサンセバスティアンに移動します。おはようございます。現在時刻は12時11分です。本日はこのビルバオからバスク地方のもう一つの大きな都市サンセバスティアンに向かいます。ビルバオのバスターミナルはこんな感じで地下にあります。ちなみにですね、バスターミナルのすぐ近くにはこのようにサンマメススタジアムがあります。アスレティックビルバオの本拠地ですね。今回乗るバスはこちらです。今朝ネットで予約しまして 9.21 ユーロでした。さあ時刻は15時21分です。サンセバスチャンに到着しました。このサンセバスチャンはですね、ビルバオと近くてだいぶ涼しいですね。ビルバオは今日朝23度ぐらいあったんですけど、ここは18度です。今回ですね、このサンセバスチャンに来た一番大きな理由は、久保建英選手が所属するレアルソシエダの試合を見るためです。そしてその試合今夜なんですね。
なんでまあそれまで軽くサンセバスチャンを観光したいと思います。まあこの街も美食の街として知られてまして、バル巡りとかが有名ですね。まあそれは明日してみようと思います。今ブラブラ歩いてたら早速レアルソシエダのショップ見つけましたね。やっぱりですね、久保選手の影響はかなり大きくて、どこ歩いてても日本人いますね。さあこのサンセバスチャンという街はですね、海のすぐ前です。大西洋のビスケー湾ですね。カンタブリア海です。さあ前にあるこちらの海岸はですね、ラコンチャ海岸という場所です。夏になると多くの観光客が押し寄せるそうです。で今日も結構ぼちぼち海に入っている人は見かけますね。でスペインのスペイン語ではラコンチャは貝殻って意味です。ただアルゼンチンのスペイン語では本当放送禁止用語のピーになるので気をつけてください、使わないように。まあせっかく今日天気めっちゃいいんで海岸の方に行ってみます。さあ砂浜の方にやってきました。砂はですねだいぶサラサラですね。今ですねちょっとだけ水触ってみたんですけど、触れる分にはだいぶ気持ちいいですね。ただ体全体浸かるとなるとね、多分だいぶ寒いと思います。ラコンチャ海岸からすぐ近くにあるこちらはサンマルティンっていう市場です。1800年ぐらいから続いている屋内市場だそうです。今から入ってみます。今んとこ全然市場っぽくないなと思ったら地下に市場あるようですね。なんかね地下スーパーあるんですけど、あんまり市場って感じしないですね。もちろんこんな感じの肉屋さんもあります。ただまあ想像するような市場ではないような気がします。この肉屋さんね、めちゃくちゃいい匂い、生ハムのいい匂いします。このまあゼロっていうのがさっき言ったところで、マイナス1が今いるところなんですけど、メルカドトラリシオナルっていうのがまあ市場なんで、伝統ある市場って意味なんで、まあこの辺がそうなんでしょう多分。あの今朝まで行ったビルバオって赤と白のしましまが多かったと思うんですけど、このサンセバスチャンは青と白のしましまが多いですね。サッカーのユニフォームも一緒です。さあこちらはですね、先ほどのサンマルティンマーケットのすぐ近くにあるサンセバスチャン大聖堂というものです。これはですね19世紀末に作られたとのことで、まあそんなめっちゃ歴史があるというわけではないようです。太陽光が入ったステンドグラスが透けて反対の壁に映ってるの綺麗ですね。このサンセバスチャンって街めちゃくちゃいいところですね。まあ到着してもう2時間3時間ぐらいしか経ってないですけど、心地よいです。あんまりうるさくもないですし、なんですかね、このゆったりとした雰囲気がいいですね。この辺りは旧市街でしょうか。バルがいっぱい並んでますね。さっきここ到着したのが3時半ぐらいやったんですけど、その時割と盛り上がってましたね。ただ今5時半ぐらいなんで、まあ、人はちょっと少ないです。多分夜にまた増えるんでしょう。せっかくなんでここでちょっとだけピンチョスかタパス買って食べてみます。さあ今回はですね、なんか生ハムと何かと揚げ物を頼んでみました。2つ合わせて 6.9 ユーロです。揚げ物の方はですね、何か肉とチーズがたっぷり入ってました。美味しいです。これもう1個の方よくよく見たら中に挟まってるのはパプリカですかね。これですね、パプリカはパプリカなんですけど、中身は肉が詰まってましたね。美味しいです。これ中はですね、ハンバーグみたいな味です。そして上のしょっぱい生ハムと合わさってめちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。明日はこのサンセバスチャンのチャコリっていう白ワイン飲んでみたいと思います。
さて現在時刻は19時57分です。これからレアルソシエダの試合を見に行きます。本拠地のスタジアムはですね、中心地から3、40分歩いたところにあります。さあ中心地の方に戻ってきました。今日は本当楽しかったですね。久保選手も近くで見れましたし、いい思い出になりました。おはようございます。と言っても、時刻は16時43分です。本日もサンセバスチャンを観光していきます。早速ですが、ここでまたピンチョス食べてみようと思います。さあ今回はイカのピンチョスとツナのピンチョス頼んでみました。そしてですね、サンセバスチャンのチャコリっていう白ワインも頼んでみました。これ白ワインだいぶ濃厚ですね。より飲んだ方がいい気はします。これそしてですね、イカの方はプリプリで美味しいです。こっちのツナの方もです、結構しょっぱくて美味しいです。ワインと合いますね。ピンチョス美味しかったですね。ただ白ワインのあのチャコリ結構強くてフラフラしますね。味はね、ちょっと最後の方はフルーティーな感じしました。美味しかったです。それではこれからですね、ちょっと酔い覚ましも兼ねて山に登ってみようと思います。そのてっぺんからですね、このサンセバスチャンの街が綺麗に眺められるそうです。さあ15分ぐらい歩いててっぺんに到着しましたね。サンセバスチャンの街並みはこんな感じです。これ前の海岸は昨日行ったラコンチャ海岸ですね。ラコンチャは貝殻って意味ですけど、この海岸の形が貝殻に似てるからですね。このサンセバスチャンは奥に山々が連なってて、手前に海があるという自然好きにはたまらない場所ですね。こっちはカンタブリア海のビスケイ湾ですね。大西洋です。今日は土曜日の夜なので、いつも以上にこの辺人いっぱいいて賑わってますね。そしてですね、私今日夜もタパス食べに行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと昼に飲んだチャコリがあまりにもきつすぎて、あんまり体調良くないので、今日はこの辺で締めたいと思います。さあ今回ビルバオで1泊、サンセバスチャン2泊しましたが、本当にいいところですね。特にサンセバスチャンの方が好きですね。そこまで暑くないですし、街中小さくて山と海に囲まれた自然もあって、見どころがそんなあるってわけではないんですけど、バル巡りは楽しめますし、人々も落ち着いていて穏やかな人たちばっかりです。このサンセバスチャンではさらに久保選手を目の前で見れましたし、本当にいい経験ができました。楽しかったです。次の目的地はスペイン東部のバレンシアという街です。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。いいねやコメント、チャンネル登録をお待ちしております。